どうも、ガッチステーションのあちです。今日はこちら、3月ということで始めていきましょう。 3S 対応に挑戦します。ツーハンドストリングトリックということで、2つのヨーヨーを使ってストリングトリックをやる、ヨーヨーのスタイルです。昨日から少し、練習始めて、ちょっとだけ技ができるようになったので、ぜひ見てください。それじゃあやっていこうと思います。まずは、ツーハンドクラシックウィップ。次、スイッチバック。もう一回。よし。やっぱり左手で投げるのが慣れてないっていうのがありますね。まっすぐ投げられるように練習頑張ります。それじゃあ次、ガンスリンガーいきます。ミスったね。キャッチ。次、ベルベットマウント。タルのベルベットロールまでいきます。失敗や。あれかな、ヨーヨーとヨーヨーの距離が近すぎるのかな、最初。よし、もう一回チャレンジします。あースリープ。もう一回。まあ成功でいいんじゃないか。ちょっともっとまっすぐできるように頑張ります。じゃあ次、最後の技、ブルーラインロールいこうと思います。ブルーラインロールは糸と糸が絡んでお互いを支え合うキンクっていう形の、そういう種類の技になっているので、しっかり腕を感覚を取って糸を張ってあげることが大事です。よし、いきます。よし、もう一発。成功。じゃあまだまだ形とか軌道が汚いので、これからね、もっと練習して上手くなっていこうと思います。皆さんも3月なんで 3A 始めましょう。それでは、最後までご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録と評価の方よろしくお願いします。他の動画もチェックしてみてください。それではラッチステーションのラッチでした。また明日。